こんにちは、荒木和弘です。まあこれも何度もこのショートメッセージで書いてるんですけど、ミサイルぼかすか北朝鮮を撃ちますよね。あれ一体どういう意味があるのかということなんですけども、あれあんまり真面目に考えてですね、怖い怖い、どうにかしなきゃいけないっていうふうにあれについて思うことは私はないと思います。でもちろん日本がミサイル防衛とかそういうことに関してですね、いわゆるミサイルでミサイルを撃つミサイル防衛というのはいっぱい、まあ、どこまで効果があるのかという問題と、まあ、費用対効果の問題って、まあ、一つにあるんですけども、ちょっとそれを置いといても、まあ、いわゆる防空壕とか、そういうもの、シェルター、そういうもののですね、準備ができていないっていうことは、まあ、これは間違いがないことです。だからこれは、やった方がいいですよね。例えばその公共施設、いろんなその公民館とかああいうものを作るのも、もう地下に作ってしまうというふうにすると、まあ当然コストは余計かかるわけですけども、普段それをですね、使うこともできる。だからまあ要は、改めて別途にそのシェルターを作るのに比べれば、コストは安く上がるはずです。で、しかも普段使える、みんなどういう場所か分かっているというふうにするってことは、まあこれは必要だろうと思うんですが、あのミサイルにですね、ミサイルぶつけて、落とす、その防空システムっていうのは、この間はイスラエルのアイアンドームってやつでもですね、もちろん全部は、効かなかったわけですよね。で、そうすると、ものすごい、もう、いくら作っても金がかかるだけで、それは効果はあんまり十分ではない。あった方がいいと思いますけども、しかし、それは最優先ではないと思いますよね。一番最優先するのは、まず、シェルターとか作ることが一つ。それから、もう一つはですね、これはもう攻撃は最大の防御というしかない。相手が攻めてきたらやられるというふうに思うから、まあ、相手を攻撃しなくなるわけで、これはまあ対中でも同じですよね。日本に攻めてきたら、大変なことになるというふうに思わせれば、向こうは攻めてくることはできなくなる。ですからそのためにはこちらが攻撃用の兵器が必要だということです。で、もうミサイル防衛のシステムばっかりですね、金かける。結局要はだから、まあアメリカに金出してですね、儲けさせるだけの話でしか基本的にはないです。で、さて、それでミサイル考えてみましょう。北朝鮮の一体どういう意味があるのか。ないんです、意味は。北朝鮮、あれでミサイル撃つためにですね、膨大な資源を投入します。それもだからもう金が有り余ってんならともかくとして金がないんですよね。国民が飢えて死んでるんです。そういう時にあのミサイルやったらばどうなるか。当然ですね、一般の部隊にも来るものは減ります。一般の部隊もとても戦争なんかできるはずがありません。もうあれやればやるほどですね、軍事力は弱くなるんです。ミサイル使って戦争はできません。ですから、そうすると一体どういうことになるのかと。もうこれはもうどん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 痩せ細るしか方法がない。いやね、国は痩せ細って太るのは金正恩だけ、ということになります。で、それでもなんでやるのか、なこと軍事的な合理性が何かあるんじゃないか、ないんです。もともと北朝鮮ってのはそういう国です。合理性とかあるとは関係ない。で、とはただ、あの国がやってるとですね、まあ、あんななんか変な国だから、いやまあ北朝鮮だから、そういうこともやるかもしれないっていうふうにみんななんか思って変に納得してしまうというところに最大の問題がある。ということです。で、じゃあ日本が北朝鮮に対してやることは何か、もうそれはもう恫喝です。ね、ともかくお前らなんかやったらば直ちにもう全部火の海にしてやる、ということをやればいい。ね、で、もう本当にあのウォンサンとかチョンジンの沖合、まあ、チョンジンの沖合だとロシアが、うるせえかな、まあ、ともかくウォンサンの沖合かなんかでですね、派手に演習でもやる。ね、これでもういつ攻めてくるか分かんないって向こうに思わせりゃいいんです。別に攻めていく必要はないですね、いつ攻めるか分かんないというふうに思わせておいて、いやでも皆さん我々名前分かるでしょ、自衛隊ですよ、ね、自衛隊って言うんです、ね、自分を守るためだけなんです。何もしませんから安心してくださいと言いながら、いつ攻めるか分かんないというような演習をすると、これは北朝鮮にとっては非常に恐怖感を与えることになります。でこの時になるとやっとですね、この間ずっと自衛隊という情けない名前を使ってきたことがですね、まあでも意味があったということになるんじゃないだろうかと、かえって相手の恐怖感をですね、かきたてるということになるのではないだろうかというふうに思います。
もうこれは本当にですね、あの韓国だってあの長い休戦ラインを全部守るなんてことはできないわけですよね。だからまああの時パク・チョンヒ大統領の時に北朝鮮からいろんな形で、審判 を北朝鮮がやってきた。でそういうのに対抗して、逆にもう対北のゲリラを送り込んだりするということをやります。でそれによって向こう側は根を上げるということなんですね。やっぱり結局攻撃は最大の防御でしかない。北朝鮮にもそれは同じであるということです。北朝鮮のミサイル見てですね、怖がることだけは絶対にありません。ぜひその点はしっかり気に留めておいていただければと思います。今日もありがとうございました。